もしもし、聞こえますか？聞こえもしもます。す。ああ、よかったです。林先生。はい、皆さん、元気ですか？元気ですか。元気です。おかげ元さま気ですで。か？じゃなくてね。はい、元気ですね。危ないですね。はい、ティニーさんも元気ですか？あ、もしもし、ティニーさんまだミュートですね。マシでミュートや。はい。だね、はあ、い。今聞こえます。はい。じゃあ、皆さん、こんばんは。はい、ここんばんんばんは。は。はい、じゃあ、今日の授業を始めますね。はい。はい、大丈夫ですか？じゃあ、はい、今大丈夫日は、だ。はい。まあ、結構3人いますけど、なんか楽しそうな授業になりそうですけど、頑張りましょうね、皆さん。頑張りましょう。頑張りましそうですね。ょう。はい。今週の、なんだっけ、月曜日でしたっけ？まあ、月曜日だったかと思うんですけど、イーツァンさんとジュリーさんも、なんていう、友達になったと思うんですね。で、今回はもう一人、アディさんがいますね。じゃあ、アディさんからちょっと自己紹介ね。まあ、簡単な自己紹介お願いします。どうぞ。はい、私はアディ・コローと申します。インドネシアの西ジャワのチロボンに住んでいます。私は32歳で、結婚しています。これからよろしくお願いします。はい、よはろい、しよくろお願いししくお願います。ます。おお、いいですね。で、また、まあ、短くてもいいので、次、インサーさんからまた自己紹介お願いします。はい。はじめまして。私はイサン・ハサヌディンと申します。イサンと呼ばれています。年齢は21歳ですが、あと2週間、22歳になります。はい、以上おお。です。どうぞよろしくお願いします。はい。あと2週間、もっとさらに大人になりますね。はい、そう思います。はい。いいですね。じゃあ次、最後、テニスさん、よろしくお願いします。はい、はじめまして。私はジュレンティネと申します。ティネと呼んでください。31歳です。結婚しています。子供が2人います。よろしくお願いします。おいっす。makin lancar あ aja ya. Kemarin gagap, sekarang udah ngebut aja ya. Nggak ada remnya sekarang udah. Udah blong itu ya. Hai. いいですね。はい。じゃあ今日は、まあ、いろいろテーマで話したいと思います。で、まずですね、それぞれの皆さんの、なんていうの、今住んでいるところ、なんか有名なところ、いいところとか、ちょっと説明してもらえますか。先週これはやってないですよね。いいところやってないですよね。まだ。あ、まだやってないと思います。で、まず、誰か、まあ、ちょっと説明しますね。例えば、私はバリ島だったら、バリ島で、有名なところ、例えばクタですね。クタを説明します。クタはどんなところ、どこにありますかとか、そこで、何がいいとか、それを説明します。で、あなたたちは今、日本にいます。日本にいる学生が一人。で、チリボンにいる学生が一人。で、もう一人どこだっけ？ 忘れたんですけど、それぞれいいところがあると思いますね。だから、それをそれぞれ説明して、で、お互いに質問したりしてくださいね。で、そこでちょっと間違えた文法があったら、先生が、直します。はい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、誰からやろうかな。誰からやります？ テニさんも 一番 あ、そうですか。どうですか、テニさん。自信ありますか？まあ、自簡信あり単ます。で。やっあてりまみ。す？はい。あ、そうですね。やってみ。頑張ってください。頑張りましょう、皆さん。すみはまい。せん。はい。じゃあ、お願いしますね。私、今、神戸に住んでいます。札幌スノーパークは有名なところです。ちょっと、スカイ
好き？あ、好きですね。はい。できる？好きができるところですか？友達と一緒。一緒に、とりあえずどうぞ続けてください。ごめんなさい。で、あ、楽しいです。ああ、はいはい。え、行ったんですね。過去に。うん、私、まだ行ってません。あ、まだ行ってないんですけどね。まだ行ってないんです。はい。行きたいですか？いつか、いつかっていうか、まあ、近いうちに、うん。行きたいんです。ですが、でも、今、ちょっと忙しいだから行けない。そうですか。仕事が忙しいってことですね。うん、そうです。はあ。まあ寒いのに忙しくて頑張ってくださいね。ちょっと寒いです。そうですよね。いや、にごろごろします。あ、それした方がいいね。やっぱり、まあ、あの、温かい食べ物とか食べて、ちょっとゴロゴロした方がいいですかね。うん、で、遊びをまた、ね、勉強して。はい、ああ、なるほど。勉強して方がいいと思う。そうですね。それは私もそう思いますね。今のところはね。でも、あの、もう暖かくなってきたら、あの、まあ、遊びに行ってもいいかもしれないですね。すみません。ちょっと、あの、その場所の名前、もう一度教えてください。札幌スノーパーク。ああ、札幌スノーパークですね。うん。はい。行ったことないけど。なるほど。行きたいんですが、まだ行けない。はい。まあ、自分も、あの、なんていうの、スキー、まだやったことないので、まあ、いつかね、また日本に行くチャンスがあれば、やってみたいなと思います。はい。あとは、まあ、あの、ちょっと、またありますか？まだありますか？説明したいこと。以上です。あ、以上ですね。はい。なるほど。じゃあ、できるだけ皆さん質問してみてくださいね。例えば、まあ、あの、テニさんの、まあ、うちからそこまでどのぐらいかかりますかとか、どうやっていきますかとか、まあ、何でもいいですから、ちょっと、あの、質問してみてくださいね。はい。誰でもいいですね。はい。テニスさん、今は日本に何度ですか？おお。何度？え、はい。2、マイナス3度です。マイナス3ですね。うん、はい。ちょっと寒いです。でめっちゃも、寒いと思います。暖房がつけて大丈夫。ああ、なるほどね。暖房ついてるから大丈夫ですね。暖かいですよね。ちょっと夜だけ。ああ、そうですね。だって昼は仕もう事の仕事だ時。から。はい。夜だでけ。も職場まだあれでしょ？あるでしょ？施設に。暖房使ってるんですよね。うん。ああ、いいね。中の仕事は。外の仕事は大変だと思いますね。寒さで。うん、はい。あとは？まだあります？続けてください。インサンさん。はい。他の観光地がありますか？ちょっと東京ディズニーランド。あ、はい。でもその近私。くね、あの、ディニーさんが住んでるところの近くに、他に、何か観光地とかありますか？私もわからない。わ全から然。ない。わ からない。そうですよね。調べてみないとわからないと思いますね。うん。まだ4ヶ月こ4こにヶ住月んだでいしますね。から、ままだだわ余裕からがない。できないですね。はい。うん、わかりました。まあ今度ね、まだまだじ、まああと4年以上ありますからね。あと4年以上時間があるので、まあそこの間ですね、やっぱりいろいろんななところと行ころきたいに、です。そうですね。そうですね。行ってみてください。はい。他はありますか？アリさんでも、イサンさんでも。はい。テネさんは、アパートから、どうやって、行きましたか？どこ？例えば、
どこまで、はい、札幌スキースノーパークスノーパーク札幌スノーパークまでどうやって行きましたか？行きますか、はい、電車で行きます。電車で、おー、まだ行きたいんですけど、また行けないんです。まだ行ってない、まだ行ってないんですけど、うんうんうん、でも休み取れたら行きたいってことですね。行きたいんです、うん、でもまだ行ってない。ぜひぜひ行ってみてくださいね。はい、あと大丈夫ですか？どうぞ質問してください。日本で、ある、はい。いつ、日本に行きますか？仕事。カナスからオダリジャパン、ユリバントランパウエ。はい、いつ行きましたか？うん、4ヶ月ぐらい日本に来ました。いつだよね。9月。あ、9月に日本へ行きましたって言っていますよ。はい。14日、9月。9月14日ね。9月14日に行きました。から、ジャパンや。そうですか。もう慣れていますか？もちろんください。あ、もう慣れていますか？うん、もう慣れています。余裕ですね。はい、はい、でも食べ物はまだ食べます。ああ、食べ物はまだダメですね。うん、まだまだ。いや、それちょっと大変かもしれないね。食べ、はい、いや、日本の食べ物美味しいけどな。なんで好きじゃないのかな。また多分、ね、美味しいもある。美味しい食べ物もある。うん、ありますよね。特に日本のケーキとかパンとかは美味しいですね。ケーキは大きい。そうですね。餅とかね。いろんな食べ物がたくさん。餅美味しいですよ。美味しいよね。どら焼き。でも すごいベタベタするよね。あ、そう。どら焼きとか食べたんだ。でもちょっと甘いよね。甘いする。ちょっとあまり甘い。ちょうどいい。あ、ちょうどいいか。あ、なるほどね。まあこれからもね、たくさん。あんぱんも美味しい。あんぱんも美味しいですね。でも中身はあれでしょ？まあ、あんが入ってるでしょ？あん、入ってる。あの、ちょっと黒いやつ。うん、まあ、あのピナッツみたいなもの入ってますよね。はい、まあ、日本にいたとき、まあ、行ったときによく、あの、まあ、日本にいるときによく食べました。納豆は食べない。納豆で食べない。食べてみましたか？食べることがあります。食べない。食べない。食べられない。食べられないです。でも、あともう、2回ぐらい食べてみたら、美味しく感じますよ。でもいろいろな味があります。多分ちょっと。そうですね。だと、あ、多分醤油が好きじゃなかったら多分もうダメですね。醤油好きじゃない。ダメ。ああ、なるほど。だったらもうね、美味しいものもダメなの。寿司食べれる。あ、寿司食べれますね。あ、寿司だ。いろんなありますからね。寿司はね。刺身は。うどん食べれない。うどん食べられないんだ。そうなんだ。ラーメンも。そうですね。あと、イッサンさんもね、これから日本に行くから、その時にね、うどんとか、まあ、いろんな日本の食べ物を食べてみてくださいね。味噌汁はダメ。はい。味噌汁、美味しいよ、味噌汁は。薄い、先生。味が薄い。薄いなんだ。薄い。そうね、まあ、日本はそんなもんですけどね。でもあの健康にはいいですけどね、うん、あの味が薄いけど、あの健康に、まあ、体にはいいけどね、体にいい、はい、わかりました。あとは何か質問ありますか？はい、
なかったら大丈夫ですけどね。なかったらまた次の人に、説明してもらいたいです。すみません。はい、どうぞ。テデさんは何の仕事を働いていました？うん、働いていますか？そうだね、まだ仕事だからね。はい。私、日本で介護の仕事をしています。介護。そうですね。介護の仕事をしていますね。おばあちゃんとおじいちゃんが好きみたいですね。でもそうじゃないよね。好きじゃないよね。選択がないから、まあ、選ぶがないから、それで介護になったみたいですね。はい。じゃあ次は誰からいきますか？次は。ザンさんでもいいし、アハマツさんでもいいです。はい。誰から？お兄さんからやろうか？はい、どろ、誰から？はい、私からですね。あ、はい、お願いします。はい、バンドンもいろいろな観光地もたくさんあります。一番有名なのはタンクバンパラフです。知っていますか、先生？聞いたことありますけど、行ったことないですね。はい、私も行ったことがない。はい。そして、カワフディという観光地です。なんていうところですか？はい、カワフディ？はい、カワフディ。ああ、カワフディですね。そうですか。はい、あとは？あとは、それだけだと思います。はい、プンチャーとかはどこにあるんですか？プンチャーは。プンチャーはレンバン。レンバン。レンバン。あ、ちょっと違うんですね、レンバンでもと。はい。なるほど。はい。じゃあちょっと説明してくださいね。カワプティはどんなところですか？カワプティは、湖なところです。でも、水が。白いです。水が何？白い。あ、白い。はい。白いっていうのはあれですか？なんか牛乳みたいな。違う？白じゃなくて、でも、かや、イニシャル、やっぱ、ヒジャオとしか、たぴあがくぷてはん。たぴかん、ぶにんばんがくぷてや。いえ。あ、そう、違う。くったっけ。なるほど。そうですか。トスカ。あ、トスカね。そこにちょっと魚とかいるのかな？修理とかできますか？ない。いない。いない。じゃあ、皆さんは何しに行くんですか？そこに。何すると？写真を撮って。はい、あ、写真を撮って帰る。つまらないな。つまらないじゃん。写真を撮って、トッポギ食べて帰る。で、はい、なるほどね。まあ、彼女とイチャイチャして帰るんですね。まあ、彼女、恋人とかいたらね、そこに行ってイチャイチャして、あのミゴレンいるあるかな。まあ、ポッミーとかはあるけどね。なるほど。あ、そうですか。これはやっぱり人気ですね。はい、そうです。あの、1週間にどっちが一番、あの、なんていう、にぎやかですか？どんな日が一番にぎやかですか？何曜日が一番にぎやかですか？人が多い。もちろん休みの時だと思います。ああ、土日とか、いたことないの？もしかしたら。あ、はい。いたことない、まだ。はい、あ、そうなんだ。家から遠いですか？はい、ちょっと遠いだと、はい、ちょっと遠いですね。大体でいいから、どのぐらいかかりますか？かかりそうですか？多分、バイクで1時間半ぐらいかな。あ、1時間半ぐらい。あ、結構遠いですね。はい、わかりました。はい、もう一つ、タンクバンプラフですね。どんなところですか？それは、山ところです。ああ、このエンバルプラウってか。なるほど。ここは何？景色を見ますか？景色。
はい、そうです。景色を見るところですね。はい。はい、ここもやっぱり休みの日が賑やかですね。まあ、多い、行く人は多いですね。はい。はい、わかりました。あと、説明したいことがありますか？大丈夫ですか？説明することがなかったら、まあ、友達から質問してもらいます。大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。はい。じゃあ、皆さん、できるだけ何でもいいので、質問してくださいね。まあ、会話できるような環境を作りましょう。はい。はい。あ、イサンさん、カワプチは入場料がありますか？入場料。いくら？入場料は何ですか？ティケットマス。あ、ティケットがベアマスクと。あ、それは分かりません。まだ分かりません。あ、そうだね。行ったことないから。行きたいですね。はい、あとは？はい。大丈夫ですか？ちょっと難しいですね。はい。大丈夫です。はい。アジさん、どうぞ。アジさんは、はい、バンドに動物園がありますか？はい。あるだと思います。動物園。はい。はい、あります。リサンさんの家から動物園まで近いですか？あ、それは遠いだと思います。そうですね。何時ぐらいかかりますか？何時間ですね。何時間ぐらいかかりますか？多分わからないと思います。多分わからない。ああ、そうですか。はいはい。だってインターナはバンドゥンに動物園があるかどうか多分わからないと思います。どこにあるかわからないと思います。はい。そうですね。まあみんなそうですよね。やっぱり自分のところあんまり、まあ、わからないっていうか把握してないですね。まあ、自分も割となんですけど、やっぱりね、みんな、まあ、みんな、日本人とか、まあ、県外とかや、リルワルプラウや、県外からの友達からよく聞かれたんですけどね、これはどこにありますか？これはどんなところとか聞かれたことがあるんですけど、やっぱりうまく説明できないですね。いたことないから。やっぱり近いからいつでも行ける、まあ、いつでも行くことができるっていう考えで、で、結局行かないっていうパターンですね。Jadi karena kita ngerasa ya, tempat di sekitar kita dekat, kapan pun bisa ke sana, ujung-ujungnya nggak ke sana. Mungkin semua minasan kayak gitu juga ya. Di Bali juga banyak ya, Kang Kupoci juga banyak. Tapi ya kita cuman dengerin aja. Oh iya, ada di situ. Tapi kita nggak pernah ke situ. Dia nyari. So ですね。あ、そうですね。ありますよね、ティニさん。バリサパリもあります。ありますし、バリズーとかもね、結構ありますよね。え、あ、行ったことあります？バリ、なんていうの、はい、パック。なんだっけ、名前。バリサパリ。あ、バリサパリに行ったんですね。どっちが大きいですか？バリズーと。バリサパリより、バリズーと、より。バリサパリより、バリサパリより大きい。Yang mana yang lebih besar? Yang バリサパリ nya tadi. Ah, langsung aja. バリサパリの方が大きい。バリサパリの方が大きいです。ああ、そうですか。行ったことないですな。入寮料はいくらぐらいですか？チケットは。多分、バリ人は175ルピア。10万でしょ？ 10 万。175 kan itu? 175 ribu. Kalau 175 ribu itu 17
mang 5000. Apa di Jepang itu, Pak? Berapa tadi? 17. 17.000 berapa tadi? 17 ya? Mang 175.000 kan? Ya, jadi ya. Junanamang 5.000. Goseng. Goseng rupiah bisnis. Rupiah ya. Eng rata-rata takai ya. Eng rata-rata takai. 17 juta ya kalau pakai yen ya. So desu ne. Bali su 85 man. 85 man. Gimana sih? 85.000. 85.000 hachimang goseng. Hachimang goseng. Gini aja caranya mengingat yang gampang ya. Kalau misalkan dari 10 sampai 90.000 itu bilangan ditambahkan mang. Misalkan bilangan itu dalam satuan ya. Satuan ditambahkan mang. Kalau 10.000 berarti ichi mang. Ichi mang. 20 berarti ni mang. 70.000 berarti nana mang. Nah, kalau dia ratusan ribu itu puluhan mang. Kalau 100.000 jumang. Jadi gitu. Jumang. Nanti naik lagi kalau 200.000 berarti Nijumang. Dan seterusnya. Jadi gitu aja caranya. Kalau jutaan berarti ratusan mang ya. Kyakumang itu 1 juta. Gitu aja. Oh, keko, iroiro wakarimasu ne. Tini sa. Tini sa wa gyanyar no hito desu yo ne. Hai, gyanyar. Ah, dakara ka. Ubudu to ka. Tensei wa bari du. Jibun wa mengui desu ne. Tamanayu desu ne. Tamanayu. Ikai dake itta koto ga arimasu. Ah, sou nanda. Kekko kirei desu yo, ima mo. Ima, ano, chanto, nanti no, kanri sarete iru kara, sugoku kirei desu ne. Tabun 5 年間前。あ、5年間前か。5年間前。あ、それでもまだまだ綺麗ですね。はい。わかります。でも、ウブドも結構そういうところ今ありますよね。はい。ウブドも結構。うん、ウブドはもう本当にあの伝統的なあのところですね。seperti tradisionalnya itu lebih kental. Paling kental mungkin kalau ini ya。なるほど。皆さんもね、もし機会があれば、特にお金がね、あればバリ島に遊びに来てください。はい。ティニさんが案内するからね。おお。ティニさんがガイドとして案内するからね。でもちょっとお金取りますけどね。はい。はい。もちろん。あ、そうです。そうだよね。無料じゃないって。だからもう行かないかもしれない。はい、わかりました。はい、じゃあ、次行きますね。最後は、アディさんから、ちょっと、はい、まあ、人気な、有名なところをちょっと説明してみてください。はい。チロボンなら、いろいろな歴史のところがあります。歴史のあるところですね。はいはい、例えば、クラトン、カサプハンとか、そしてクラトン、クラトン、カノマン。カノマン。ハノマンだって言ってますけど。やだや。いやいや、ハノマンじゃ。そして、はい。どうです？バティック。batik Cirebon ga apa namanya mo ninki datto omoimasu ichiban yumei Cirebon ni batik terus mi batik hai mega mendung moyo, mega mendung no moyo. Motif mega mendung takusan apa ya? Yumei. Hey. Oh. Batik resmi no senta kara
私の家まで近いです。多分5分ぐらいかかりました。バイクで。あ、5分か。はい、はい、近いね、それは。近い。はい、近い。それが、何はい。結構です。あ、結構です。pernah pergi ke sana enggak? はい、あります。coba diceritain dong. Kapan ke sananya? Keraton Kasepuhan ga? Paling tua apa sensei? Furui. Ichiban furui desu ne. Ichiban furui tatemono. Jadi tatemono. Keraton Kasepuhan Keraton Kanoman yori, Keraton Kasepuhan ga ichiban furui desu. Furui tokoro desu. Keraton Kasepuhan paling tua ya. Hai, hai, so desu. Terus iro-iro na okyaku kanko kanko kyaku arimas. Kanko kyaku. Oh, itu customer-nya orang traveler-nya atau tempat wisatanya? Turis gitu maksudnya sensei. Turisnya kanko kyaku ne. Kalau tempat wisatanya kan kankochi, kalau traveler-nya itu ya itu. Kanko kyaku. Hai. Hai. Ira-ira na kanko kyaku ga kimashita. Orang asing dari gakujin, gakujin ga tatusan imas, tatusan yomei tatome imas. はい。大丈夫ですか？あとは。はい、大丈夫です。はいはい、シルボーなんだ。はい、どうぞ。質問してくださいね。できるかな、質問。ちょっと難しいかもしれない。はい、はい、どうぞ。アジさん、バティクトシニ？バティクトシニは、はい、高いですか？いくら？場所によって？あ、はい。場所によって、安いもあります。高いもあります。Pengrajin apa sih si pengrajin? Pengrajin, aduh, makanya naik nah. Hai. Gomen nasai, coto silabete mimasu ne. Hai. Suzukete kudasai ne, mazu. Apa ya? Hai, あ、職人か。職人ですね。パンガラジンは。職人。職人。職人。パンガラジンですね。ガネンパンジャン、ビアサジャ、職人。そっかそっか。まあ、職人によって、あれ、値段が変わりますってことですね。はい。値段が安いです。Berarti itu bukan nama satu perusahaan ya? Yang tadi itu apa sih namanya tadi itu? Batik terus niti. Jadi kumpulan. Nama gitu, tempat sendiri. Ya. Daruhodo. Nama daerah terus itu. Oh, daruhodo nih. Kalau gitu bisa beda-beda ya. Kalau misalkan satu perusahaan, misalkan terus niti itu nama perusahaan mungkin nggak terlalu banyak berbeda ya. Daruhodo nih.
あれ、物はいいですか？はい、物がいいだと思います。うん、布とかはいいのかな？あ、名前ね。kualitas bagus apa品質ですね。品質がいいですね。品質がいいです。はい、ああ、そうですか。でも安かったらあまり良くないかもしれないね。安かったら。はい、もしもし、わかるかな。はい、はい、大丈夫です。あと、質問ありますか？モティプ、何？有名なモティプ。もよ、手で書きますか？もよ、手で書きます。チャンティングや。チャンティングや。あ、パン、リパケ、マシン、テンペル。うん。ああ。どうやって作りますか？手で作りますか？それとも機械で作りますか？大体、今は、機械、ミスマシン、機械が使います。マシンで。でも、トラディショナル、伝統仕方、伝統仕方も、あります。あ、はい、うん。なるほどね。でも、伝統仕方が値段がもう高いです。ああ、手作りですね。和田さんがね、手作りはやっぱり高いですね。はい、手作り、うん、はい。そうですか。はい。頑張りましたね。はい。はい、あと大丈夫ですか？テニシャはなんか旅行好きそうですね。うん、カラトン、ススポン行ったことがない。でも、カラトン、ジョグジャ行ったことがあります。うん、ああ、そうなんだ。え、それは何しに？見学。学生時代？それは。専門学校の時。はい、ああ、いいね。それは何日か一緒か？さんはい、どうぞ。テニさんはたくさん散歩をしています。いろいろなところ。それだけ。それだけ。旅行。あ、それだけ。なるほどね。はい、あと大丈夫ですか？イサンさんとか質問ないですか？あ、いや、ないです。はい、ありがとうございます。なんかイサンさんはあまり遊びに行かないですね。なんか、わからないけど。はいはい、うん、なんか顔見たらすごい真面目な顔してるからやっぱりあんまり遊ばないのかなと思いますね。はい、でもやっぱり勉強が好きですか？イサタは勉強好きです。ね、それはいいと思いますね。まだ若いし。でも、バランス取った方がいいですね。遊びもあります、勉強もあります、仕事もあります。まあ、バランスですね。バランスとかさ、今がね。でも、それは、インサンさんの、なんていうの？インサンさんが選ぶ、ことだから、別にどれでもいいですね。やむなぷんぼれ。もう、見る、ブラジャーアジャーのパパ、いとかん、インサンさんやんぽんやぷり。いいですね。でも、はい、日本にいたら、やっぱり、時間があるときに、まあ、いろんなところにいた方がいいですね。はい、はい、賞金も大事ですけど、で、日本に行ってどこも行かないということになると、インドネシアに帰ると何も話せないですね。話すことがないですね。うん、うん、だってどこも行ったことないから、やっぱり、まあ、貯金はたくさんあるけど、日本はどうですかとかあんまり説明できないかもしれないね。はいはい、わかりました。じゃあ、質問がなければもう一つちょっと、なんていうの、テーマ出しますね。次のテーマはすごく簡単です。簡単ですけど、できるだけ、長く説明してくださいね。
例えば、はい、寝ましたとか、それは言わないでくださいね。あの今の、まあ、これからのテーマは、週末のことですね。週末は、何をしたか、どこへいたか、誰といたかとか、そのところはどうでしたかとか、そういうとこ、あの、なんていうことをちょっと説明してください。だから、私は週末にどこも行かなかったです。ずっと家にいます。もう話できないですね。だから、本当にあの行かなくてもあの、行くふりして話してくださいね。Jadi walaupun sebenarnya nggak apa-ngapain di siumatsunya, tapi buatlah seolah-olah pergi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan di siumatsunya gitu. Coba dijelasin ke atau dengan bahasa Jepang. Saya jelas kah? Hai, saya jelas. Hai. Jadi, coba sedikit pikirkan ya. Tapi, kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan di siumatsunya, coba dijelasin ke atau dengan bahasa Jepang. Saya 全然いいですけどね。少し時間が欲しかったら、はい、あ、大丈夫ですか？はい。誰からやりますか？はい。私からして。おお、はい。いいね。はい、どうぞ、インタンさん。はい。私は、週末の時、朝の時、ジョギングをしています。そうですか。私は、1時間ぐらい。ジョギングをしています。はい。そして夜の時、友達とフットサルします。はい。それだけではなく、フットサルした後で、友達と喫茶店に行きます。はい。その時、いろいろなことを喋ります。ああ、おしゃべりしたんですね。はい。はい、時々友達とゲームを、一緒にゲームをします。はい。ゲームいいですね。はい。じゃあそれだけだと思います。あ、それだけですね。ジョギング、はい、そして何したっけ？プトサル。プトサルですね。プトサルとおしゃべりですね。はい。はい。わかりました。はい。何かちょっと質問をしてみてくださいね。はい。ジョギング。はい。イサンさん、何のゲーム好きですか？あ、モバイルレジェンドというゲーム。モバイルエージェント。はい、エージェント。あ、私の主人と一緒ですね。あ、そうなんだ。主人が好きなんだ。そう。でも、ゲームするときに全部忘れた、はい。あ、そうなんだ。仕事も。仕事。でも、奥さんだけ忘れなければいいですね。奥さんまで忘れたらもう終わりです。はい、忘れないよね。はい。そうですか。はい。ティニーさんはゲームとか好きですか？なんか。うん、いえ、好きじゃない。あんまり好きじゃない。で、ハマツ、あ、アディさんは？昔、モバイルレジェンドも好きです。でも今、時間がありません。なるほどね。はい。インスタンさんは、ゲームするときにどのぐらいゲームしますか？あ、時々、暇なとき、4時間ぐらい、ゲームをします。4時間ぐらい。はい、そうですか。それはずっとですか？あ、すみません。ティニーさん？一日じゃない？一日でしょ。ゲームする一日じゃない？え？私も私のあ、妹、あれラキラキ弟弟弟弟、はい、弟
休みの時、一日ずっとゲームばかり。ゲームばかりするんだね。うん、何が楽しいかな、わからないな。うん、日曜日。目が悪くなった。ああ、そうなんだ。悪くなったんだ。うん、なるほど。ゲームばかり。でも自分はゲームあんまり好きじゃないから、でどうして皆さん、すごい長い時間でゲームするのができるのかわからないですね。不思議と思います。うん、楽しいですから。でも好きだから。楽しいよね。はい、そう。でもあのモバイルエージェントだよね。モバイルエージェントゲームはいろんな人と一緒にゲームすることができるんですよね。はい、そうです。だったら楽しいよね。でも分からないから分からんけど、多分や、まあ、1回2回とかやってみたら多分ハマるかもしれない。ハマるとかやったきはんで、はい、2回ぐらいやったら多分ハマるかもしれません。だからやらないですね。はい、なるほど。はい、あと大丈夫ですか？大丈夫ね。イサンさんは毎週同じ喫茶に、同じなんですか？同じ喫茶店。同じ喫茶店行きました。行っていますか？行きますか？あ、行っていますか？俺もね。はい。はい、そうです。あ、そうなんだ。トパタラガイトアバテシネズ。運動場？体育館。体育館。あ、OK。体育館。はい、体育館とちょっと近いですから、その喫茶店に行きます。あ、スポーツセンターとかね、スポーツセンターでもいいし、はい、体育館とかでも、うん。あ、そうですか。近いからやっぱりそこに、まあ、よく行くんですね。はい、そうです。あ、はい。あと大丈夫ですか？はい、じゃあ次誰が行きますか？うん、私行きます。はい、多分、ね、寝てますとか言わないでくださいね。はい、どうぞ。私週末の時、9時から6時まで働いてました。帰りは業務スーパーへ行った食べ物を、ちょっと食べ物を買いました。そうですね、買いました。うん、買いました。と、うちへ帰りました。それだけ。家帰って、ああ、それだけか。いやー、すまないな。つまらない始末は。そう、まあそうですね。寒いから多分それ逆にそういうのが楽しいかもしれないね。うん、まああのスーパーに行ってもうたくさんいい、あとは美味しい食べ物を買って、まあちょっと料理でね、料理を作って、まあ、それは満足で最高ですね。それは最高です。寒いの時はね、寒い時はね。寒いだからどこへも行ける。そうですね。毎週、あ、そうだよね。毎週土曜日とかはあの仕事するんですか？うん。あ、スケジュール、バラバラですね。だからあの休みもバラバラですね。たまに土曜日、たまに金曜日とかね。はい。バラバラです。そうですね。やっぱりね、あの、休みがバラバラになると、やっぱり一人になりますよね。休みが一人になりますよね。はい。みんな仕事するのに自分が休み。で、逆にみんな、あの、休みなのに自分が。自分一人で働いて、うんうん。だから、あの、どこも行きたくないという気持ちになりますね。一人だから。友達、はい、まあ、いないというか、あの、一緒に休み、あの、友達がいないからね。はい、そうです。でもお正月とかは休みないですか？お正月。
正月。多分介護は多分ないかもしれないな。あんまりないと思います。あまり。でも、休みの日は1ヶ月、1ヶ月に、すみません、9回あります。急にありますじゃなくて、9回あります。9回あります。あ、そうなんだ。一日多いですね。普通は8回ですよね。普通は。でも、リヌさんの場合は9回ですね。いいですね、それも。はいはい。実は、わかりました。7回。それで、2回規模級です。あ、そうなんだ。それはいいですね。規模級は、休みは規模日自分で決めるんですよね。はい。ああ、いいね、それは。はい。もう少しね、頑張れば1年、2年とかになると、もっと休みが多いですかね。うん。有給とかもあるからね、もう少しで。半年過ぎると、あと10日ですね。有給があります。有給とチュッティや。チュッティにはダスプロハリなんで、アウダスナブラエスナタウンや。はい。わかりました。そうですか。また、ね、次の週末、時間があったらね、もう暖かくなってきたら、いろんなこと、ところに遊んできて、来てくださいね。あと、運動もしてくださいね。はい。じゃあ、最後になりますけど、アディさん、ちょっと、週末の時にやったことをちょっと説明してもらえますか？はい。週末の時、日曜日に。仕事だよね。はい。はい、そうです。GFD で食べ物を売っています。はい。GFD は、カルフリーデイという、市場、インドネシアの市場で売っています。売っていますね。はい。午前6時から11時まで売っています。いろいろな少年います。はい、はい、そういう。おもちゃもたくさんあります。いろいろな家具もありますね。こんにちは。はい。peralatan ya, peralatan ya. Mau alimas. Omega putara urimasen. Urinai ne, hai hai. Ai urinai.売らない。休みなの？はい、休みになるんですか？そしたら。休みはだいたい土曜日です。はい、でも雨が降ったら休みになりますか？はい、そうです。Jadi kalau musim hujan banyak libur ya? はい、そうです。そして、売れた後で、子供と一緒に遊びます。遊んでいます。遊んでいますね。はい。一緒に、新しいところが、行きます。新しいところへ行きますね。はい。行ってみます。もうちょっと歩き、はい、行ってみます。はい、行ってみますね。はい。そして夜、
夜、徹夜ができませんから、早く寝ます。ああ、なるほどね。はい。はいはい、はい、はい。あと大丈夫ですか？はい、結構です。はい、わかりました。まあ、質問したいことがありますか？皆さん。難しいね。はい。それでは、お願いします。ini musim hujan sama musim kemarau yang berbeda ですか？ジミさん、わかりますか？musim hujan。ああ、わかりません。先生、知らない。あ、水油、水油ですね。musim hujan は水油。水油、かけて、水油。水油、はい。水油、ユーニャ、パンジャン。ユーニャ、フランスランガ、水油。Itu aja. Itu yang musim hujan. Kalau ya, kalau musim kemarau, kanki, ですね. Ah, kanki. Hai. Kanki, pertukaran udara juga. So, ですね. Hai, dada.はい、質問は上田先生、以上です。あ、大丈夫ですか？kalau musim hujan ada dua, ada suyu sama uki ya. uki, uki. Uki. Ya, kalau kemarau-nya kanki biasa. Itu 大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そうですね。もう時間になったので、ちょっとだけ皆さんのことを言いますね。Jadi udah waktu juga. Saya mau sedikit apa penilaian sedikit ya. Pertama untuk Tini Sang, kalau dibandingkan kemarin sih rasa kepercayaan dirinya sudah bagus ya dan sudah mulai apa aktif juga ya. Cuma nanti kalau bisa lebih aktif lagi dan ketika menjelaskan sesuatu mungkin karena juga dadakan juga ya mungkin nanti saya akan coba PR-kan topik minggu depan ini gitu nanti bisa buat sendiri dan nanti bisa mungkin buat kerangkanya aja lah minimal ya.Itu akan mungkin bisa lebih bagus dan mungkin bisa lebih banyak lagi untuk menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian kalau Insan Sang masih agak malu-malu juga sih ngomongnya. Dan apa-apa yang mau disampaikan itu kalau bisa nanti dikembangkan lagi sedikit. Kalau grammar sih tidak terlalu ini, apa namanya, acak-acakan nggak terlalu. Sudah lumayan mudah dipahami. Nah, kemudian untuk Adi Sang,secara apa keinginan untuk menjelaskan udah bagus banyak ya ingin jelasin secara banyak cuman kadang kalau boleh jujur itu kurang terorganisir apa sih yang mau disampaikan itu kadang bingung juga tapi di situ meraba-raba. Nah apa yang perlu dilakukan nanti kalau untuk Insan Sang mungkin lebih banyak lagi membaca atau mencoba untuk membuat karangan apapun itu nanti coba aja sendiri buat misalkan mau ngejelasin apa coba buat kerangkanya dulu sedikitcoba dijelasin satu persatu gitu ya sesuai dengan kerangkanya. Kalau Adi Sang mungkin lebih bagus untuk fokusnya lagi sedikit terkait grammar ya. Akan lebih bagus lagi kalau diimbangi seperti itu ya. Kalau kotoba saya pikir banyak cuman sedikit diimbangi lagi dengan bungponya akan jauh berbeda nanti. Apalagi kepercayaan diri sudah ada untuk ngomong gitu ya.Jadi jangan sampai nanti setelah ada penjelasan ini kalian malah sebaliknya takut ngomong, jangan ya. Jadi tetap harus lebih apa percaya diri lagi ngomongnya, karena itu penting ya percaya diri itu penting. Mau salah mau benar nanti urusannya penting percaya diri dulu ngomong kita. Karena saya itu juga masih banyak salah, jadi ya sama-sama saling koreksi gitu. Hai, 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 hai,終わりますね。お疲れ様でした。また次。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、失礼します。